奥様は魔女、奥様は魔女、奥様は魔女。現代、ビウィッチとは、1964年から1972年まで、アメリカの ABC で、全254話が放送された、シチュエーションコメディのテレビドラマ。日本でも1966年から、日本語吹き替え版が TBS と毎日放送で、放映された。2004年に、 TBS 系列の金曜ドラマ枠で放送されたリメイク版もこの項で説明する。第74話、第2シーズンまではモノクロ放送だったが、第75話、第3シーズンからはカラー放送となった。現在は第1、第2シーズンもデジタルリマスタリングに加えカラリゼーション化されており、再放送、日本版 DVD はこのカラー版が採用されている。 日本版 DVD はカラー版のみの発売だが、アメリカでは第1、第2シーズンのモノクロ版 DVD も発売れており、アメリカ版 DVD はモノクロカラーの2種類が並存している。本作の大人気によって、アメリカでは1965年に本作と同じスクリーン・ジェムスの制作で、シドニー・シェルガンによる類似企画、かわいい魔女、ジニー、NBC が登場し、 人気を二分した。日本では魔法使いサリー以下一連の魔法少女ものと呼ばれるジャンルが作成されるきっかけにもなった。8シーズンに及ぶ人気作となったため、アメリカでは1977年から1978年にかけ、スピンオフ作品として成人となったタバサ、サマンサとダーリンの娘を主人公にその新婚生活などを描いた主演が制作され、 ABC でで放送されれれたた。が、こちちらららはは本本作ほどの人気は得られず、12本で打ち切られた英語版と日本語版では構成がやや異なっている。英語版ではプロローグシーンの後にタイトルが放送され本編に入るが日本語版では最初にタイトルが放送されその後プロローグシーンに該当する部分が放送される。テレビ東京で本作が再放送された際 タイトルを変身、サマンサに変更して放送したことがあり、地方局の再放送でもこれに準じてこのタイトルが使用されたことがある。2004年には日本で同盟の本案ドラマも日本、五吹替え版と同じく TBS 系列で制作された。設定を現代の日本に移しているため、大幅にアレンジされているが、基本的な設定、主人公が新婚夫妻であること、 夫が普通の人間で、妻が魔法を使うことに、好意的でないことなど、は踏襲している。また、オリジナルにインスパイアされたと思われる部分も多々、存在する。夫が、広告代理店勤務であること。主人公の母のメイクや立ち居振る舞いなど。広告代理店に勤めるダーリン・スティーブンスが、結婚した相手、サマンサは魔女だった。彼女の結婚に反対する。 母親のエンドラをはじめとする彼女の親戚たちも現れ、スティーブンス家に次々と陳騒動が巻き起こる。吹き替え音声は制作された1960年代、後半1970年代前半当時のもので、あるため、現在では不適切な表現や放送禁止用語になった言葉が使用されている部分があり、再放送では一部のセリフを新たに取り直すか、無音化している。 これによって会話と音楽が突然途切れるシーンがある。DVD の吹き替え音声はこの理由で再録されたり、当時の吹き替え音声が欠落している部分が新たに録音されており、オリジナルとは異なる声優が演じていることもあるため、その部分だけ声が変わっていることがある。本作は日本では大ヒットし、1980年代まで再放送が繰り返された。関東地方では、 日本テレビで夕方や午前中に繰り返し放送された。その過程でテレビ音声多重放送が開始され、副音声を言語版と下に過酷語放送化されている。特徴的な中村忠のナレーションを再現した CM パロディなどもたびたび制作され、後年に本番としてリメイクしている。なおオープニングナレーションは言語版にはなく、日本語吹き替えのみのオリジナルである。 本作のヒットは、まず魔法少女ものとして、ドラマ、コメットさん及び、アニメ、魔法使いサリーの企画のもととなり、またシチュエーションコメディとしては、奥様は18歳に始まる岡崎ゆきシリーズにも影響を与えている、動画をボリューム例にスーパー魔女っ子対戦、特撮魔法少女列伝、ニ神ミ通り、日本の少女向けの映像をメディアに多くの影響を与えている。 週刊マーガレット、1967年32から45にて、渡辺雅子によるコミカライズ版が連載された。1980年のロッテのマザービスケットの CM では、サマンサとエンドラが登場。エリザベス・モンゴメリーが起用されている。エンドラ役のアグネス・ムーアヘッドはすでに死去しており、大役が演じている。吹き替えは、番組同様、北浜春子と、 北原文恵が演じ、魔法を使う時の効果音も再現された。なお、北原は、この CM が放送された同じ年の10月、自宅で不慮の事故死を遂げている。2013年1月29日より、テレビ東京にて、平日、月金曜日の8時8時25分枠にて、再放送された。カラー放送がメインになって以降再放送されなかったモノクロの第1、 第2シーズンをカラーライズして放送しており、また従来の再放送と異なり、プロローグシーンの後にタイトルが入るオリジナルに忠実な仕様で放送されている第3シーズン以降はタトルプロローグの従来仕様である。本国放送、1964年9月17日から1965年6月3日。本国放送、 1965年9月16日から1966年6月9日。本国放送、1966年9月15日から1967年5月4日。本国放送、1967年9月7日から1968年5月13日。本国放送、 1968年9月26日から1969年4月24日。本国放送、1969年9月18日から1970年4月16日。本国放送、1970年9月24日から1971年4月22日。本国放送、 1971年9月15日から1972年3月25日。TBS 系列の金曜ドラマ枠、毎週金曜日22時22時54分、JST で2004年1月16日から3月26日まで放送された日本のテレビドラマ。主演は、米倉良子。アメリカ版をリメイクしたドラマで、役名等のほとんどは逆に、 日本からアメリカに渡ったメジャーリーガーの名字を使っている。会社の名前もイラブ広告ノモフーズである。また撮影に関しては幕張新都新地区で多くを行っていた。同年12月21日火曜日の21時22時54分にクリスマスドラマ SP 奥様は魔女リターンズ北極のサンタクロース救出大作戦と題して復活した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。